結構いる、でかいと思うよ。だから夜にハンターが来るんじゃない？待って、帰ろう帰ろう。わかんない。いや、いいでしょ。よいしょよいしょよいしょ。久々だ。うん、よいしょよいしょ。あ、ここやべえ、ちゃんとした階段になってた。いやー、鼻。あ、これ、あそこなってたのか。久々だね、こっから本当に、うん、降りるの。トレーニングになるっていうか、やっぱ、何が？作曲が早い。ああ、近いってこと？ああ、なんか知らないけど今、アジのフライが食いたい。なぜか。アジフライがすげえ食いて。アジフライ。あの、アジフライはブルドックソースかけて食いたい。なんでか知らないけど。めっちゃなんか俺、一直線に大スネバチバーンって飛んでくるから、いや、これ避けられねえだろとか思って。いや、無理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 と思って。休んでたのに。はい、練習練習。ありがとうございます。ありがとうございます。あー、怖かった。あ、大丈夫かな。大丈夫か、ポンチ。苦しいかな。入れた方がいい。大丈夫。じゃあ進めるよ。あー、まあね、うん、どこだっけこれ。こっちか、こっちか。これゴーンってやってみたいけどね。明日からお仕事パンパン。甲賀ヤクルト株販売株。針金禁止です。するやついるのかい。あー、あの札みたいなやつか。いや、この、うん、あ、下山こっちにしようかな今度から。途中からばっかさ、うん、アクロとか行けばいいんじゃない。ああ、それもありだけど、いや、アクロはいいよ。今日アクロは無理です。いや、今日じゃなくて、また来るとき。今日さ、誰かがいたじゃないですか。アクロから降りればいいじゃない。ねえ、無理だろ。いや、それ行っても行けば、時間遅いからいいよ。無理だ。夜に登山はしない。アクロは無理だ。てか、スズメバチに遭遇しそうだからいい。うん、いや、夏はね、無理しないのと。だいぶ今日を見てる。夏はもう超楽ちんルートでいい。秋だよ、アクロとか登れんの。おかしい。いや、なんか日よりすぎだよ。びっくりした今。日よ日よだよ。いいよね、黄金とか。うん、ささやかな出会いって今日もよかったな。ねえ、あっちあっち。可愛いお姉ちゃんに会ったからよき。ねえ、なんかおしっこするみたいに。そうって。なんか、ね、ホラーやが出てるね。だって、あの蝶の仕方がさ、どう見ても、あの、まあちょっと位置がね、位置さんは、あっちあの感じだね。あ、このヒノキのね、香りがね、たまらんね。いやだ、無理だよ。オオスズメバチちゃんは無理だよ。
ウイルス号が飛んできてみたいなのがあったの。暑い。もう階段でいいね、帰りも。でかっこ悪い。この靴、アホでしょ。刺されろ。ああいうガサガサやってるから、それを刺激する可能性あるから危ないんです。見えないと思うよ。もう怖いね、あの子、ああいう人。うん。考えてやらない。なんか掛け崩れでもあったのかな。むしろ美味しいと思ってやりそう、やってさ、刺されるんでしょ、ブーって。で、ニュースで。刺されるから、そこ座るから。で、ニュースで見たらさ、あ、こいつ、何自分でスーツついて、あの、キーツついて刺されたの、あ、自業自得やんねーって言って怒られた。自業自得やんねーって思われた。どうすんだよ、いきなりこう、有名人が出てきたら。ビビるよね。まあでも大体平日でしょうね。平日だっけ。今日平日。全部明日から仕事なのに、こんなには今日疲れきって。今日、あれじゃん。一番今日疲れきってんじゃん。この連休中でさ。楽しみすぎたよ。今日さ、あれじゃん。だってこの連休中の中で山頂行ったの今日じゃん。今日だけじゃないか。本当だ。あ、いや、天覧山だ。あ、天覧山。埼玉天覧山。あれはまあ、一番楽だよね。山頂山頂みたいな。いやでも天覧山もなかなかいいや、微妙に岩場あるし。うん。一番反対から登れば結構急階段登るからいい運動。一番辛い山ってどこだろう。やっぱ妙義山だな。辛いっていうかなんか、今日が私の命日みたいなタイトル。いや本当にね、今でも思うけどね、ちゃんとしたこの道がないから、要はここの崖崩して取ってくださいみたいな言ってるようなもんだからね、これここから取ってくださいみたいな。あれが妙義山。はい、どうもいらっしゃいませ。ごま団子でございますよ。全然お腹空いてない。なんだろう、お腹全然空いてない。あ、そっか、さっきあれ食ったからか。僕、団子みたいな顔してるよ。あの、喉乾いた？水飲むか？ちょっと待って、あれ食ったからな。いや、水飲む？牛丼食ったからかな。ちょっと待って、もういいの？大丈夫。はい、帰ろう。もう帰りは階段で帰る。さっさと。もう疲れた。こういうとこで奉納するぐらいの金持ちになりてよ。いや、もう経理会で奉納するとかいいよ。謎の発言。もうびっくりした。もういないと思う。あ、いるとは思うけど、いないことはないけど、そんなここら辺は出ないと思う。いや、わかんない。どこに巣があって、おかしくない。恐怖だったなぁ、スズメバチは。なんかもう、あちこち飛んでんだもん。オオスズメバチはね、ブン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 、あちこち多分ヘロン巻かれてよ、俺。あいつか、あの階段で弱ってた子。いやぁ、まあ、まにくいけどね。ただ弱まってるとこで出すじゃん、プーって今で来ちゃったから、あそこ。うん、こいつ弱そうになってるところをなんかやったなみたいな。手紙に結構助けたんだから、今日虫に感謝されてるはず。あ、その代わり蚊に刺されてる。俺も刺されてなかった。虫除けのおかげだけじゃない。あれ、コブ立ってる。わかんない。あ、怒ってる。もう顔が回っちゃった。そうだね、あそこの十六茶屋だって、あの辺になったら出ると思った。そこで買おうよ。あー、マジ本当なんかさ無理だって。
休む気にしなかったの。すみません、なんかね、静かにとかそんな悠長ごと言ってられなかったんでさ。